皆さんこんばんは、あさりです。今日もお疲れ様でした。一応3月最終週23日、あさりのヤフニュースがお伝えする出来事はこちら。1つ、3月20日の出来事なのですが、東京秋葉原に店舗を構えるバーチャルの住人と1対1でおしゃべりできるカフェ、ラケットカフェにて、新たな業態、1日店長プランとフリー V テンダープランの追加が検討されているそうです。1日店長プランは V テンダーがその他の通り1日店長となり、1対1ではなく お客様全体と話せるプラン、対してフリー V テンダープランは売上還元がない代わりに枠の予約やノーゲスト時の手数料が不要。1日店長プランはすでに21日に猫マスさんがテストで実施、これに続き28日15日15時にはドラキャットさんがテスト店長として参加します。そして28日18時から21時がフリー V テンダーのテスト営業日、現在 Discord にて募集中です。気になった方はこの QR コードからノートのリンクなんですが、その先にリンクがあるのでよく読んだ上でどうぞ。令和の時代によみがえる男スパイダーマンということで、2つ目、あの鉄十字キラー東映版スパイダーマンがこの夏超合金とフィギュアーツ、その他グッズとなって帰ってきます。発売はバンダイから。超合金魂レオパルドン&マーベラー召喚セットは9月発売で税込み22,000円。スパイダーマンの装備品スパイダーブレスレットの劇中プロップを精巧に模したレプリカと、レオパルドンに完全変形するマーベラーがセット。レオパルドンはアームラケット、アークターン、そしてソードピッカーとスパイダープロテクターも付属します。このスパイダーブレスレットなんですが、かけろスパイダーマンのテレビサイズも流れるっていうことでね、すげー頑張ってるなって感じです。で、今この画像の SH フィギュアーズスパイダーマンは開閉可能なスパイダーブレスレット、この腕のねブレスレットが開閉するわけです。あとパーツ交換で見せる微妙な目の表情、クールかつエキセントリックなスパイダーアクション、登場時のね鮮やかなアップ、ポーズであったり、スパイダーストリングスやネットを駆使する変幻自在なアクションポーズを再現できます。こちらは8月発売予定で税込み7,150円。そしてですね、スーパーミニプラはもちろんレオパルドン、センターにドドンとスパイダーマンやレオパルドンがデザインされた T シャツやパーカー、トートバッグ、アクリルキーホルダーなどなど多彩なグッズ展開、目が離せませんね。はい、でこれね、最後は指示で恐縮なんですが、オキュラス FPS 勝ちました。そのうち届く予定なので、届いたら真っ先に開封して遊びたいですね。VR が遊べるようになったら真っ先にやりたいタイトルといえば、やっぱりソードオブガルナチアですね。去年遊んだあの快感、今でも忘れられません。他はそうですね、ロボリコールとかサムライシェフシミュレーターザ・クライム、あとそうですね、 VR チャット参加したいですね。自分のモデル作ってね。ゲーマーにとってプラットフォームが一つ増えるってすごく大変なことなので、めちゃくちゃ楽しみです。よいしょ。で、そんな今日のニュースでした。3月も最終週で、そうだね、私落ちたんですけど、コミケの参加する同人作家さんはすごく、どんどんね締め切りが迫ってるっていうことで、頑張りましょうって思ってます。ボフボフ言うな。それではまた次回。